に出てもいいよ、スレイヤーだし。最初はグーじゃんけんぽい、はい行こうでしょ、最初はグーじゃんけんぽい、しょうがねえな。現実がやってまいりました。頑張ってください。大阪さんの冒険は終わってしまうのか。夢落ちの可能性がありますからね。この戦争では強いセストルインの見ないですね。今現段階で最強と言えます大阪セストル。さあ出ますのはアダムスレイヤーと、あアダムいいよ、いけアダム、アダム、やっぱアダムコンボほったくせよ。あーアダム暴れんなマジ。さあアダムスレイヤーね、この足払いこすりが特殊レッスンにね、移動しながらねあんな強い技打てるんですから。あーちょっとねアダム結構飲まれてますね。しかしおアダム、いやいいよアダム、やべやべアダムできる、アダムのマップハンチからアダムコンボ妥協ですね。さあアダム、アダム、あいよ、さあ最強戦争の落ち着きが始まる。パイル、さあアダムちゃんとレベル見てマジで、もうすごい処理落ち、あーアダムっぽいですね。さあ2杯見えんない、おアダム、あーダメだねそれね、マイケルからワイファイ入れ込んでましたね今の。おあーバスンだ、さようならか、もうどういうことでしょうねあの技、バックステップに無敵がついちゃうかどうかと。やばいですね今目の前に来たアダム、なかなか今日の動きはいいですね、やっぱ髪染めたからでしょうか。アダム今日はアダム今日はいい動きしてんじゃん、わかるわかる。アダム、アダムが配信してて、あのアダムって入れたらロリコンって言うんで、こうアダムって入れて遊んでたんですけど誰も気づいてくんなくて、キンパーイですアダムアダムアダムって入れたらロリコン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 みたいな誰も反応してくれないんで閉じました。配信マジでなんかあれやばかった、マジニートだけがね唯一コラコラっていうんだけど、コラコラじゃねえよお前、コラコラじゃわかんねえだろ。さあそのままでいきますのはどちら様でしょうか。カーズさんじゃないな、下ですね、バロイチさんですかねの体験です。はいはいはい、あ、いいじゃないですか、いいっす。さあバイケンス、スレイヤー大き攻めは何でしょうね今の、これね今の性格が悪そうな大き攻めは殺到なんですけど、あーこれは当たりましたね、ゲージ全放出、SD 畳返し、かわりから上海陽山戦、うげぇー、ちょ待て待て、前払い当たったら吹っ飛ぶ仕様にしろよマジ、うげぇー。さあなんかいろいろ読んでいるんですがダメ、さすがにダメ、そのねパイルバンカーがねめんどくさいんですよね売券がね。さあコパン、うぃす、こちらでお願いします、ビッグワッパー。さあ残りタイムが1カウント、間に合わず。じゃんはい、じゃんけい、じゃんはい、こう空振りした時だけ硬直増やすとかすればよかったと思うんですけどね、ボタン一つでメガフィストが出ちゃうこの時代ですから。
ジャンニー、ジャンニケ、ジャンケ当たらず、上海カウンターからどう拾う、ここバースト対策コンボ、ジャンニーから直下、立ち系、ここはちょっと高いか、前はい、ビヨって、うん、万葉さん、まだでしょうか、万葉さん、まだでしょうか。マイオアンジまだでしょうか。さあ続きましてドグナブルテスタメント、マイオさんね、マイオさん実は聖帝だった疑惑が、聖帝マイオさんどうなんですかね、マイオさん忙しいんじゃないか疑惑があるんですけど、ミクシーのボイス上では元気に生息している時があるんで、大体ミクシーのボイス上は確認できる時ってのは忙しい時らしいんですよ。おかしいんですよ、本当に忙しいとどこにもいないって生息者不明みたいな。サリオティ心臓がね、俺は他の人とは違う場所にあるときなんで中二病なんだって思ったんですけど、まあ童貞ならしょうがない、あ間違えた、聖帝ですね。コパン逃げ足払いからマイケーなんかいろいろグダっておりますが、ジャンエス、フットルース、噛みついて足払いから奥攻め、今のは何でしょうね、無敵 DOT でもなんかやりたいんですかね、己の野望、それ無敵なのかい、ジャンケー、出し切れ、マッパンジー、なんか個人情報が流れてますよ、小一さんを4回倒した万葉まだってロボ回らしいですけど、これ怖いですね、誰が来ましたか、マンさんですか、これマンさん、マンさん、マンさんのアンジ、マンさんのアンジが開幕、すごいいい動きを見せていく、マンさんのアンジが万葉、おやりたいだけ、万葉さん、おいいぞ、この不思議な踊りを踊って相手の MP を下げていく作戦、しかし現実に捉えられて画面足、足払い、現実を見たくない、危ない、 DOTそして一気に体力追いついていきます。お、お題にすごい動き。さあこれ負けたらサトゥ、勝ったらアダムです。さあ DOD。さあ読み合いをしているのか、ダッシュです。走るが、そんなんダメ。起き合わせも強い。アダムできるわ。あーここら辺通すのは佐藤の悪い癖ですね。さあしかしガードを固めていく、あーアダムのいい判断、しかしコンボは見せていく、佐藤ダメですね、ニエスマッパンチ足が断食的な左アダム右佐藤みたいな、真ん中ちょっとないですね。さあここはサプー通してしまう、あの佐藤さんが警戒通すとかないですね、あーサプーはダメですね、警戒が見えません、これはアダムに託すしかありません、これはさあそしてアダムの開幕1点読みが通るが、コンボミスをしていくのはサプー、 PKPK とバースト対策のコンボ選択おっとコンボに出したね、マイケーガードホームに割り込んでいく、踏みつけてジャニー、さあマンさんが危ない今の、さあ終わりが見える、マリー通す、どういうことなんだお前、さあ何かがしたい、振りかぶりましたね、脳幹脳幹、ああ B 回通す、
おお酔ったか、おいおいちゃんとやれお前ら。 DOD マジクソすぎる。あの子はね見てましたね、あのタッチパーの佐藤どうしたんだこいつとか思いましたが、しっかりしっかりアダムが締めました。そうアダムが打って今だっつってこう左手は添えるだけみたいな。アダムやりますね。それにしても佐藤はねダメダメですね。本当ですよね。さあ出るかな、コンソメ君のペサムンだね、ポチョムキン。ゲーアダムパンか。さあシュファイ、足払い、ニケ、ニエス。さあこうアンチ2連戦ですが、おやおや、ちょろちょろしてんじゃねえ、ちょろちょろしてんじゃねえ、むしろちょろちょろするのはアンチ側なんですけどね。2K、2K、ジャンディ落として置き攻めは ST ですから中段重ねて DOT、 いい判断です、アダム。完成マッパが出ないのがアダムっぽいらしいです。完成マッパってなんだっけ、あのマッパハンチを後半でロマキャンするあれでしたっけ。ジャンウス、もうねアダムが知らないところでアダムがぐんぐん成長するんでやばいですね。マイピーマイピー、ジャンハイジャンケーから坂目安へ、ディオティが出ない。あーサトエさんしっかりやってくださいからのジャンニエス、エースディオディオ、はいはい終わろう終わろう、はいチョッカー。さあここでチームメイトからディオティクールが、で、これで、コンソメさんが、ポチョムキンで現実を見せてくれる感じでしょうか。さあ、これで残りはメインとなりました。アダムの知らないだからぐんぐん成長。こういうね、ミリア。あ、オスカーさんいましたね、すいませんでした。なんかさあ、それでいきましょう。さあ、ミリアね強いですからね。ジャンディー、まあ、青色だからスラッシュだからまではこう、スレイヤーがぐん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 押しててイメージだったんですけど、うん、今回はミリアなんでしょうか。 DOT 減りすぎはどうなってんだあー、そこはダメなら決めてたね今の。さあ、オスカーさんが前に出たが足払いが長い。さあ何ランド、さあ本日はね参加者が24名だったんですけども、最終的に30名近くいます。30人いるな多分。フットロス感性がつかない。マイケから、アイアンセーバー、ここは逃げたい、あんまり付き合いたくないミリアが。PKP、 そして一瞬待ってから投げ、押して置き攻めいきます。画面端落としてタンデムから DK、 こう下げれていない。コパンから飛んだところに金下引っかかる、針投げて、ここはブリティメイズ空中投げ前、はい前、はい引っかかって、これは美味しい。画面端いいヘリをしてジャンエースから空中ダッシュ、待ち構えるが、マイピー、キンエス、ニエス、タチピーから、ここはジャンプキャンセル。もう行く、あれ、足場に当てるんですね。ジャンエスから、ニエス、ちょっと高めからの、クッシュダッシュを匂わせて、着地ニエス。
さあ逃げる。しかし逃げているミリアムの体力どうなっているか。あーマジかよ。ここまでブーつけて、けど多分ね逃げてても今ミリアは若干体力まくったんですよね。